はい、こんにちは。え、田中みやびです。私ですね、フリーランスで、え、構成作家、え、リサーチャー、ライター、翻訳などをやらせていただいてるんですけれども、え、このチャンネルでは、私が普段目にしたニュースであるとか、え、私が普段思ったことを、え、どんどん配信していくっていうような形でやらせていただいてるんですけれども、え、今回のトピックは、 アメリカで、えー、TikTok が、えー、14の州から、えー、提訴されたっていうことについて、えー、取り上げさせていただこうと思います。えっとですね、あの10月4日に、1月8日ですね、ごめんなさい、えー、10月8日に TikTok があのアメリカの、えー、14の州から、えー、冒頭で申し上げたように、あのーまあ、カリフォルニア州とニューヨーク州の司法長官が率いる超党派グループによって提訴されたと。えー、その理由が あの例えばその同じような、えー、一度あれ TikTok ってアクセスするとずっと延々とこっちが止めない限り、えー、まあ月々と焦土動画が流れてくるじゃないですかあれにちょっと中毒性があるんじゃないかっていう部分で部分とあとは何でしょうかえっ、ー、とまあ、えー、ボディイメージってあの原告側は言ってるんですけれども TikTok が要するにその若者のが美醜を過剰に、えー、TikTok を見ることによって若者があの、えー、自分があの美しくないって過度に思い込みすぎるような原因になってないかっていうような形になってるらしいんですよ。あの、まあ、例えばあの今だったらその若い人たちがフィルターとかで自分の顔を画像加工して、えー、それで載せるっていうようなことが一般化してきていると。 で、それになってくると、あの、まあ、ええー、まあ、要するにルッキズムみたいな、ええー、自分の顔がすごく、その、ええー、あんまり美しくないんじゃないかと思い込んでしまって、自尊心を傷つけてしまうとか、あと、いいねの数によって、なんかそれが社会的承認につな、社会的承認がされてるか否かみたいなことにつながってしまうと。で、これがそのティーンエイジャーの、 えー、が健全な、えー、精神を育むのに、えー、有害なんじゃないかっていうことで、TikTok 側を提訴していると。で、TikTok はこれに、これに対して、まあ、アメリカってあの13歳以上になるな、日本でもそうなんでしょうかね。13歳以上になったら、えー、アカウントが利用できるんですけれども、13歳未満は、基本的にその13歳未満が使える、えー、アカウントを作ってる。アカウントなら作れるらしいんですよ。っていう形で、その、まあ、 で、TikTok がの言い分としては、TikTok はちゃんと若者たちの保護に努めています。ということで、今回の原告側の訴えには反対しているということなんですけれども、もちろん裁判になるぐらいだから、それは反対するとは思うんですけど、えっと、まあ、どうなんでしょうか。これ私あんまり結論が出てなくて、その、一概にその TikTok を規制したからといって、 解決すする問題ななのかかっていうふうううにに個人的には、えー、思んんででよね、えー、皆さんどうお考えでしょうかこの、まあ、TikTok をはじめソーシャルプラットフォームを若者に対して、えー、規制するっていう、えー、考え方というか、えー、いや方針っていうのはあの EU とかでも、まあえー、SNS ソーシャルネットワークに関するその、えー、規制してほしいという声が強、えー、まってきてて日本はそうまででもないとは思うんですけどね。 まあまあ、あと TikTok はあのアメリカからしたら中国が作ったものだからみたいな、えー、観念もあるらしくて、えー、まて、あ、そこ政治的な問題もあるかなとは思ってるんですけども個人的にはえっ、ー、とそうですねまあ僕も若い頃は今こうして YouTube で自分の顔を出して発信してるぐらいなんであのー、まあそこまで 抵抗はないんですけれどもただ若い頃僕が若い頃、えー、まあ若いって言っても大学生になったぐらいの頃に初めてそのソーシャルネットワークっていうものが出てきて一番最初心に触れたのが2006年ぐらいにできたミクシーってやつだったんですよねめっちゃ懐かしいっすよね知ってる方、えー、それに触れた時に初めてソーシャルネットワークっていうのに触れてそこで初めていいねっていうのを知ったんですよてか多分僕らの年代だとそのミクシーが初めてそのいいねっていうのの多さによって 人が評価されだるんだっていう気づいたと思うんですよねあいいね。あ、って人間のなんかいいねが多いと嬉しいなとかいいねが少ない人といいねが多い人って目立つよなとかって多分、えー、いいねが少ない人といいねが多い人って多分あの皆さんが気づいたと思うんですよ。あこの人いいね少ない、えー、この人いいね多いみたいな。 多分それはあの絶対気づいてしまうと思うんで、あのリアルでは言わなかったとしても。っていう部分に私もすごく悩んだことはありますよね。で、まあ、その後ツイッターとか出てきたり、えー、旧ツイッターとか出てきたり、フェイスブックが出てきたりして。僕もフェイスブックもやってましたし、やってますし、ツイッターも X もやってるんですけれども、で、インスタグラムも、えー、始めてる。えー、まあ、それは結構時間が経ってからですけど、始めたんですけれども、 まあ、そうですよね若い頃僕はあの結構そのソーシャルネットワークとか出てきたら結構やっちゃうタイプであのー、まあまあ新しいものが、まあ、割と好きだったりするから、えー、とりあえずやってみようみたいな形でツイッターとかも出てきた時に始めたんですけどまあそうですね今ってツイッターって結構なんかこう昔の5チャンネルみたいになってて、えー、いろんな人がこうば、えー、かんけ,んけんがくがくな、えー、議論をしたりとか。 時にはその、えーまあんまりちょっと目にしたくないような、えー、メンションが飛び交ってたりとかすると思うんですけどいやーね、うん、僕もその若い頃まだその X がそんなに今ほど治安が,治安が悪くなかった頃にすでにそのちょっと疲れてたって部分はあったんですよね正直なんで実は何度か Twitter を、えー、消したり、えー、また始めたりとかもしてるんですよそそれ Facebook もそうで Facebook ってよりそのリアルに近いコミュニティだと思うんですけど実名なのでそれでもなんか疲れたことはあって消したりとか始めたりとかして、えー、たことはあったんですねまあ徐々に徐々にその、まあ、ネットと距離を置いたりまたネットに没入したりっていうのを繰り返していってまあ30代過ぎてからですよね、えー、あのー、あまり気にならなくなったというか えー、ちゃんと使えるようになったって言い方が正しいのかどうかわかんないんですけどソーシャルネットワークをちゃんと使えるようになったというかあのー、まああまり気にせず接することができるようになったっていうのはそれももう30代半ば近くになったからなんですけどもそれまではその,そのいいねっていうのを悩んだりとかあのー、コメントどんなコメントがつくかとかえー、まあそれに悩んだりとかも悩んだというかなんかそのまあ自分のコメント対するコメントじゃなくって 周りの生活と自分の生活を比べちゃうみたいなことが僕もどうしてもあったんでそこに対してそのまあ劣等感じゃないですけどそういったのを感じてあの離れてしまったことってあったりまあそれが離れた原因だったりもするんですけれどもねでそれでまあそういったのって何徐々に折り合いがつくようになってきてえあのまあ年を取ったからだと思うんですけど純粋にだから始めたまた始められたんですけどまあ そうですねだからその若い子ってやっぱりそのそこら辺の精神的な整理とかがまだついてないと思うんでまあ規制に動くっていうのは仕方ないんじゃないかな規制したいと大人が考えるっていうのは仕方ないんじゃないかなって思うんですよ。僕もそのもし人の親の立場だったら、えー、これ大丈夫かなって思ってしまうと思うんですよね。そそののの自分の子供とかがその TikTok とか、えー、他のネットワークその少子化のネットワークで過度に容姿とか気にしたりとかいい,ねをいいね欲しさに行動するような、えー、ことをするんだとしたら、まあ、それはその例えば怪我したりだとか、えー、人を傷つけたりとかそういった行為につながってしまいかねないのであの、まあ、例えば、えー、YouTube でもそうなんですけど、えー、TikTok でも、えーまあ、人の失敗を見たいとかあのー、まあ人の失敗、まあ人のい 失敗というか、その、上げて投稿者自身の失敗であるとか、あのー、誰かをこう攻撃したりとか、そういった様を見たいっていうのは、絶対誰か、絶対心の中にあると思うんで、えー、人の、そういったのを見て、えー、なんかこう、傷ついたりとか、えー、過度にその、そういったものを、評価を、そういったもので、いいねを得ようとするような動きに走ったりとかすると思うから、それはすごく、えー、心配してる部分ではあります。ただ、その一方で、 イタチごっっこにななるんじゃねえかなと思って,いてあのまあ例えば TikTok を規制したとしても他のプラットフォームが出てくるだけだしえそれであのまたこっちも規制しますあっちも規制しますこっちに人が逃れたからこっちも規制しますみたいな。 そういうふうになっていくんじゃないかなと思って、あの、TikTok だけをやり玉に上げるのはあまり、えー、意味がないと思うし、多分原告側も,も別に TikTok だけ規制したいとかそういうふうに思ってるわけじゃないと思うんですけれども、むしろ彼らはその全、ソーシャルネットワーク全部を規制したいんじゃないかなっていうふうに思ってはいると思うんですよ。えー、ただ、ただ、それって、 あくまでその、この時代なんで、もうソーシャルネットワーク、SNS の存在って無視できないし、なんか、ある意味で、その、したい気持ちもわかるんですけど、僕としては、僕個人の意見としては、その、あるっていうことを受け入れながら進んでいった方がいいと思うんですよね。若者はこれを使うし、その上で、どうやって、あの、エデュケイト。 えー、若者たちにそういう教育をしていったらいいかっていかうことですよ、ね、まあネットはネットの空間である、えー、リアルとはちょっと違うっていうのを、まあ、若い頃から、えー、ちゃんと教育していくっていうのが大切なんじゃないかなと、えー、思うしそのネットでその例えば「いいねがつい」いいねの大小があったからといってそ,のそれがたと必ずしも、えー、まあ 自分の実生活の、えー、承認とは直接つながることはないんじゃないかっていうようなことをちゃんと若者たちに、えー、伝えるっていうようなむしろ教育っていうのをちゃんと、えー、していくっていう方がいいのかもしれないですね。もちろん規制っていうのはあってもいいと思うんですけどなんか全てを規制しようとしても絶対あの網の目をくぐるように、えー、また別のものが出てくるだけですし。 そのまあいいねとかえ人とえ人の投稿を見てえ比べてしまうっていうところから逃れられないんじゃないかなって僕自身は思うんである前提でどうしていくかっていう仕組みを考えていくっていうのとあとちょっと個人的に思うのがあのーソーシャルネットワーク規制したい規制したい側の意見も分かるんですけどただあのーまあソーシャルネットワークがあることによってまあ特定の 自分が欲しかった情報を取ることもできるっていうんでできると思うんですよ。例えば僕だったらその、えー、まあ、えー、メンズ美容とか、えー、そういった情報を、まあ、あの X とかからすごい発信してくれてる人がいるんでそういったところから情報を取ることもあるし、えー、もちろん X 上でなんか良くない噂良くないあのなんか、えー、注釈付きのあるじゃないですか,なんか最近コミュニティポストっていうんですかねあ,のああいうのがついてる投稿みたいなあ なんか誤情報が流れてるぞみたいなことに見て調べて、なんでこういう誤情報が流れたんだろうって調べたりとかっていうこともできるし、するし、まあそれによって新たな知識とかついたりもするし、あの、まあそうですね、あの、ネットってその自分がマイノリティ、自分が、自分の前、自分がこの分野に関してはすごいマイノリティな位置だなっていう部分に対しても、たくさんの仲間がいると思うんですよ。 そこに対する情報を広く取っていけるっていうのが、えー、自分のがマイノリティだと思っている分野に関する仲間がこうたくさん見つけられるっていうのがすごい、えー、ネットのいいところだと思うんですよね。なんでそういったまあソーシャルネットワークのいいところだと思うんで、まあ、そういった部分っていうのを一緒くたにして、えー 規制するのは良くないことだとだ思うしそれやっぱり使い方次第になってくると思うんですよ最終的にはその人のユーザー自身の。なんでユーザー自身がもっとちゃんとリテラシーを持って取り組めるようにえまあこれからちゃんと教育とかをしていくっていうのとあとまあ帰したい側の気持ちもわかるんですけれどもそれは分かった上であの規制したい側って正直じゃあキャッチアップができてるのかなって思っていて時代に対する。そのまあ 多分その原告側の方々ってもう勝手な価値観で申し訳ないんですけどそんなにネットとかに成功あのネットワークとかについていけてない人たちもいるんじゃないかなと本当に勝手な考えで申し訳ないんですけどもそういう人も多いんじゃないかなもういるんじゃないかなと思っていて多いかどうかは分からないですけれどももしかしたらめっちゃ慣れてるからこそ、えー、危険だって思ってる人もいるかもしれないんですけれどもただその TikTok であれ、X であれ、Instagram であれ、あの、まあ、若者が自分で、えーえー、意見を、えー、まあ、政治に対してもでもいいですし、あの、物事に対してもいいし、自分の好きなものでも何でもいいんですけど、そういったものを自由に発信して、えー、なんか、クリエイティビティを学べる、クリエイティビティを表現できる場でもあると思うし、あの、自分の意見を堂々と世間に世に出せる場でもあると思うんで、僕自身は、まあ、 治安というかそういったものはちゃんと整理していかなければいけないんですけれどもあのあ、ー、っていいと思うから何度も申し上げているようにあのー、なんで大人たちもそこを理解するっていうまあ要するに時代っていうものをちゃんとついていくトレンドをちゃんと追いかけていくっていうのも必要なんじゃないかなと、えー、僕自身は思っていてまあ本当にこれ答えのない議論なんでどうすべきかっていうのは本当に えー、も,っと時代もっと私たち自身社会が成熟していくこと社会がネット社会に対して、えーえー、まあ国を越えて、えー、世界としてどう付き合っていくかっていうのを、えーまあ、ちゃんと築いていく例えばその、まあ、国連じゃないですけど今いろんな国,国,の,国,国の幅を越えたつながりってあるじゃないですかユネスコであるユネスコかどうか正しいんですけどなんかこ、えー、な難民のものとかなんか、えーまあ、そういったもの えー、国際機関とかかあるじゃないですか、えーまあ、そういった、えー、ソーシャルネットワークにもそういった国際機関とか作った方がいいいかもしれないですよねで作ってその上でその国際機関がその、えー、一企業がそのソーシャルネットワークを運営するんじゃなくてその国際機関としてその公的な立場としていくつかのプラットフォームを運営するでここに人集まってくださいねっていうような形でやると何というかその。 一企業が、えー、力、一企業が,あが、あのー、例えばいくつかのソーシャルネットワークを買収して、で思うようにするみたいなこともなくなるんで、で結構その、あのー、荒れたりすることもなくなってくるんじゃないかなって思うし、そのメンタルヘルス的な部分もちゃんとカバーできるようになるんじゃないかなって、まあ、これも理想論なのかもしれないですけれども、も、えー、思うところはあります。えー、なののでその どちらかというと企業の独占,を独占を規制するであるとかネットのそういったところからソーシャルネットワークのそういったところから取り組んでいくとまあ徐々に徐々に改善していくというかそのと同時に子どもたちへの教育をちゃんとしていくっていうネットとリアルの切り分けというかそういった部分をちゃんとやっていくことによって で時間をかけてじゃないとなかなか良くならないと思うしなんか法律に訴えかけて裁判所に訴えかけて無理やりみたいな形はちょっとよろしくないんじゃないかなと個人的には思っています皆さんどう思ったでしょうかもしあのぜひ汚い意見をお聞かせ願えればと思いますこの動画が良いと思った方は高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは